これより同志として皆さん一旦通量型により琵琶湖における水難者の慰霊法要と合わせて平八甲仏法功労者及び御塔婆の御精霊に対しての開口法要が執り行われます。また同じ2階の東方では酒井雄斎大阿闍梨と平主剣道並びに山伏衆により湖水の浄水祈願、湖上安全、水源護持の祈願法要が執り行われます。法要の間はどうか心静かに共にお祈りいただきますようお願いいたします。また法要が終わりましたら4階のデッキより3月5日に皆さん内見山山頂の円宝寺にて今出川大僧侶をはじめ数名の僧侶方によって取水されました平明神のお水放水が酒井雄斎大阿闍梨によって湖面に放流されます。また僧侶方並びに山伏の方々により2階後部できており神工場も放流しよう。まもなく放流が始まります。なお携帯電話はマナーモードか電話をお送りいただきますようお願いいたします。